ヨナのことが心配だ。一旦戻ろう。怖くないのか？怖いよ、怖いに決まってる。でもヨナを助けるんだ、絶対に助けるんだ。そうか、ならば我に止める理由もない。意外と物分かりがいいんだね。意外とは余計だ。ヨナ、ヨナ、大丈夫か？体。ヨナ、すぐ薬を持って。何？無理。心配しなくていいから。黒門病が進行しており、せめて一歩ポルさんのところ。ポポルさん。え？うん。そうな、それだったら薬を。海岸の町で取れる。わかりました。海岸の町、最近は。魔物め、村人が襲われておるぞ。
ここもブス、これは俺だ。ままになってできない。薬王か。無縁。どうしよう。ひとまず。そうだね。一応。薬王かい？ついでに。またか。魔性を。スリュウを。それなら殺意でに。また。アザラシは町の守り神。ここじゃ釣れないんだよ。釣り魚は釣り方、魚の動きと、ほら、釣りは。まずは入り江に行ってみよう。まずは入り。
やった。ん？やった。こんなロープ。え？よせ。あ、こういう手合いは。いた、いおばあちゃん。チャベル本なんて機械なものを満たせか。一秒が。我が機械だと。何が失言。この言わせておけば。ちょっとシロ。ちょっとお待ちよ。かわいそうなものか。どう。もうちょっと。ごめんなさい。それだけ口が回れば。郵便局まで行って。そのくらい。あいたたたたたたた。わかった。届けたいのはや…そうか…やめろ、口に出す…僕が配達…すまないね…ひって…あ、今度…君たちは、ポポ…そうだよ、どう…服がちょっと違うし…もしよかったら…もちろん。まったく…この調子なら…身の剣
紙の。確か灯台の場、灯台に行ってみよう。何しに望みど配達員さん、うま、手紙を、大事な人だよ、ま、手紙を、大事な人、ヨナに早く薬。
もう大丈夫だよ。ちょっと苦いけど。何？ヨナは。調子はどうだい？うん、もう。そっか、よかった。ああ本当によかった。ねえお兄ちゃん。そうだ、ヨナ。我が名はシロ。こんにちは、シロちゃん。シロもずっとヨナのことは。そうなの？ありがとう。もうその呼び方でよい。じゃあお兄ちゃんはポポ。そうなんだ。ヨナの悲しむ顔は見てられないよ。ポポルさん宛ての手紙を持ってきました。ありがとう。これはどうしたんですか？海岸の町の町長によると、あの不機嫌な村の。でもまだ。わかった、行ってみます。こんなところに魔物が出るなんて。日の光が隠される時には出てくるらしいな。薄暗いところに押しこもっていればよいものを。何しに来た？助けに来たんだよ。感動するのは後でよい。
感動なんかするか。なぜこれほど急に魔物が。わからない、村の方にも出ている。助けに行こう。封印されし言葉も見つかるかもしれない。してる余裕なんてないよ。死ね。な、何？今なんて言ったの？貴様を裏返して蹴っ飛ばしてやるよ。死なないにも程があろう。急ぐ、カイネが奮戦しておるぞ。私があのデカブツを抑えているから、お前はザコを頼む。あんなひどいこと。いいんだ、すべて事実だからな。奴が掴んでいるものは何だ。あそこから魔物を排出しておるようだ。あのタンクから壊そう。ばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるから、カイネはあっちで待ち伏せして。分かった、無理はするな。
捨てない。追撃するのだ。これでカイネと挟み撃ちできる。もう行くぞ。うん。私はせぬぞ。カイネがいてくれると心強いよ。世辞は嫌いだ。共倒れはごめんだぞ。全力で頑張るよ。おばあちゃんは嬉しいよ。おばあちゃん、どうだいカイネ、おばあちゃんのとこに来ないかい。誰にも頼れず、どこにも属せず、ずっとずっと一人で辛い仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろう。ねえカイネ。それだけか。話はそれだけか。何言ってるんだいかいね、おばあちゃんは。話が終わったんなら、その臭い口でもう二度と喋れないように粉々に刻んでやるって言ってんだ、この野郎。おばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて、死んだって言わない。だから、しどいほど死にたくても、おばあちゃんの仇を討つまではずっとこの醜い体を晒して生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。はあ、
った。あやつ、あのまま死ぬつもりだ。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれぬ。シロが決めちゃダメだ。ん？死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、どんな状態でも、人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずだ。カイネにだって、ヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく、手間のかかる女だ。捕まえた。死んじゃダメだ、カイネ。生きる、何のために。それは、私の復讐はもう終わったんだ。まったく、御託の多い女ほど扱いづらいものはない。我らに復讐を手伝わせておいて、終わったらさよならか。たわけが。あるほど俊敏に戦うくせに、頭の方は点で回らぬようだな。仲間のために死ぬことこそ、剣士の本望なのであろう。仲間？仲間？そうだよ。僕たちもう仲間だよ。別に、我はそういう意味で言ったわけでは。じゃあ、どういう意味で言ったの？それは。カイネ、僕たちと一緒に戦ってくれる？バカ者、単刀直入すぎるぞ。ここはもっと段取りというか、手順というか、なんというか、言葉を尽くして交渉に当たるのが一生正しき。我を物のように呼ぶでない。我が名はシロの書、深淵なる英知の。ではシロ。だからなぜ略すのだ。貴様の言う通りかもしれないな。復讐以外の自分、一緒に来てくれるよね。この剣の使い道が分かるまでは、そうすることにしよう。そうか、お前の妹が国民だ。うん、それを。なるほど。どうしたの？役に立つかどうかわからんが、ある国の王が国民病にかかり、その研究が治療か。ああ、砂漠の奥地にある。行ってみよう。治す。それで済めば。
砂漠へはどう向かうのだ。一旦村に戻って東門から出ればいいんだ。乾燥しているだろうから我にとってはいい気候だろうな。おい。お、どうしたの？私は村の外で待っている。え、どうして？村の中の方が安全だよ。いや、別の出口から出た時はヨナにも会ってほしかったんだけどな。無理強いせずとも人には。そうなん。じゃあまた後でな。